このニュートラルサービスっていうのは全ての選手に公平に中立な立場でサポートするのがニュートラルサービスになります。1972年に当時の社長がですねレースを見に行ったんですよ。でその時にディレクターカーが潰れ車を貸したんですね。それをヒントに中立な立場でサポートする車を出せば選手にもチームにも主催者にも公平な対応ができるということを思いついてニュートラルカーをスタートさせたと。世界で最初にニュートラルカーを走らせたのがマビックであるということです。全てのチーム、全ての国籍、全てのその選手に対してサポートするために機材が違うんですね。その機材をスタート前にしっかりとチェックして準備をするのが大切なんです。ギアの数であったりとか、今だとディスクブレーキっていうものを使ってますけど、ディスクローターの大きさであったりとか、それと空気圧、これすごい大切なので空気圧をしっかりとセッティングして準備します。レースの時はメンバー苦しく集団がブレイクアウトしたりくっついたりっていうことが起きるので、それに対して瞬時にポジションを移動しないといけないんですね。でそれをそのニュートラルカーのチーム内で、情報を交換しながら、ポジションを変えていく。で安全かつスピーディーにその場所に行くっていうことを心がけてます。基本的にはい。どういうことかの。Stage one, maybe get towards the end, break up into small groups, obviously maybe some food, and then depending on how hard the climb is, and myself and Pong 3 will do the barrage. まだ対応はして、件数はゼロなんですけど、まあそれはいいことで、トラブルがないっていうのはなんせ一番いいことで。自分が使いやすいように、今11速のマビックさんのホイールと12速、両方ともディスクブレーキなので、リムブレーキを後ろに積んで、まあ、使う頻度が高い順に。すぐ手元にこう取っていけるようにしてます。それもやっぱり多分102 has been a motorcycle punch.
OK! OK! はい、大輝のブレーキが壊れてたんで、こっちの自転車1台出しました。あと、上がるのはまあチームカーにお願いしようかなと思って、また前上がります。はい、了解です。そしたら後ろ側もう見とくれます。一番前にいるんで、とりあえず止まって、でチームカーも来たんですけど、結局チームカーには大輝の自転車がなかったから、うちのやつ貸して。ニュートラルカーっていうのは、そのプロトンっていう集団から飛び出した選手に対して、最初はマビックカーがすぐ瞬時に後ろにつくんですね。チームカーは1分30秒以上離れないと、そこに入れないんです。最初にサポートに入れるのはニュートラルカーが最初なので、とにかくマビックが最初に選手のサポートに入る。ニュートラル元は山岳コースとかコースの狭いところで威力を発揮するような、まあ、機敏な動きができるので、ニュートラル元を活用させてます。SSC から始まって途中で抜けてメカニクル TOJ に出るようなチームのメカニクルとさせていただいて、でまあそういうのを一通り終えてまた出戻りのような形なので、もう楽しいですね。やりがいっていうよりか楽しいです。はい、プロトンも査定1列で、スピード上がってるわ。みんなが一生懸命やってるから、それが少しでも手伝えりゃいいのかなと思ってやってますけど、選手が一番頑張ってますよ、チームで。僕らはそれをちょっとでも手伝えればいいだけなんで。やっぱり一番は、サポートした選手が集団に復帰するであったりとか、そのまま入賞するとか優勝することもあったので、やはり我々のサポートが実ったなという瞬間はすごく嬉しいですよ、ね、もう寒さとの戦いでしたね今日は。あんまり、選手の間に入る機会もなかったですが、とりあえず体を温めてまた明日に。お疲れ様でした。いやーもう大変でしたね。やっぱり雨のレースっていうのは一番体力消耗します。選手も僕らも、まあでも無事に終わってよかったです、はい、と雨でまあ大変だったですけど、審判に言われる前にみんなで動くっていう、うまくいつも通り連携できたんでよかったと思います。いやーやっぱり天候が悪かったんで使いも悪いし選手も大変だったと思いますね。また明日につなげてちょっと今日はゆっくり休みます。ありがとうございます。
走ってる選手が一番大変なんでね。我々はレースのサポートはもちろんなんですけども、全てのサイクリストに対してサポートができるようなところを目指していきたいと思ってます。